要人による宇宙人や UFO の存在の暴露がやばい。こんにちは、いなりちゃんです。エリア51など政府が宇宙人や UFO の存在を隠蔽している噂があります。高い地位にありながらそれらの存在に触れた有名人をご紹介します。第39代大統領ジミー・カーター。UFO 目撃経験のあるアメリカ大統領は意外と多いようです。公式記録として UFO の目撃報告を行ったのはジミー・カーター、ただ一人だけです。大統領になった後 UFO 関連情報の公開に向けて動き出しました。ところが CIA は教えるわけにはいかないの一点張り。さらに CIA は NASA に水面下で接触して大統領に協力するなと通達していました。アメリカ大統領をもってしてたどり着けない極秘情報、そこまでひた隠しにされる情報は一体どんなものなのでしょう。レーガン大統領、もし地球外から来るエイリアンの脅威に直面したなら、我々の世界のイデオロギーの相違がどれほど急激に消滅するかと時折私は考えています、と国連の場で言及しています。スターウォーズを生んだアメリカらしい発言ですね。日本航空の飛行機が UFO を目撃した事件がありました。それらの報道に対してレーガン大統領はアメリカ国内のマスコミに対し圧力をかけたと言われています。何か重要な情報を知っているのでしょうか。ビル・クリントン。 UFO フリークとして知られるビル・クリントンですが、2014年に出演したトーク番組でエリア51を調べたがエイリアンはいなかったと証言し世間を驚かせました。大統領就任中にビル・クリントンは極秘に UFO エイリアン調査を行っていたことになります。ジミー・カーターの例からわかるように、アメリカ大統領とはいえ必ずたどり着ける情報ではないようです。オバマ前大統領。バラク・オバマは近年まれに見る UFO 発言の多い大統領でした。エレンの部屋という番組で私からは何も言えないというスタンスのオバマには明らかに何らかの圧力が働いているとされています。実際に見てみましたが、子供が大統領に質問をするというほのぼのとした番組でした。もし何かを知っていたとしても喋る雰囲気ではないと思います。圧力がかかっているというのは考えすぎに感じます。ジョン・ポデスク。日本ではあまり馴染みがないと思いますが、ビル・クリントン政権や前オバマ政権において大統領補佐官や上級顧問を歴任、ヒラリー・クリントンのブレーンでもあります。つまりはアメリカの中枢にいる人物です。ポデスタはウィッキリーリークスによってエドガー・ミッチェル元宇宙飛行士との間に交わした地球外知的生命体に関する内容のメールが暴露されています。エドガー・ミッチェル。月面を歩いた6人目の男です。元 NASA の宇宙飛行士で、地球には ET が訪れているし、墜落した宇宙船と回収された残骸および遺体が保管されている
と言及しています。ポール・ヘリア元カナダ国防相、1963年から67年の任期でカナダの国防相を務めたポール・ヘリア氏は UFO の存在を公言。宇宙人は何千年も前から地球を訪れており、我々の科学技術の進歩は宇宙人の恩恵によるものだと、宇宙人の存在を隠蔽しようとする政府の姿勢を批判し、広く世に向けて UFO と宇宙人への理解を呼びかけています。いかがだったでしょうか。社会的地位のある人の発言は信憑もありますし、中枢に潜り込んだからこそ知っていることもあるんだと思います。気になったのはありますか？コメントお待ちしております。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。